ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日は無課金者の方必見、課金者の方にこれで勝てる最強の編成法について解説していきたいと思います。本日はそちらの前編ということになります。はい、その前にいつもの告知、こちら運営公式のキャンペーンとなっておりまして、課金額の最大 25% が還元される非常にお得な課金ができるキャンペーンとなっております。ご興味ある方はこちらの動画の概要欄もしくはサムネイルからご覧いただければと思います。トライモンこちらのキャンペーンのアンバサダーをしておりまして、非常にご好評いただいておりますので、ぜひご興味ある方はご覧ください。ということでですね、本題に戻りまして、はい、本日はまさにこのダークテイルズを長く続けていく上で非常に大事な内容ということになってきます。課金者の方と無課金者の方の一番の違い、それは何かというと、やはりキャラクターですよね。神話キャラをどれだけ取れるのか、そこが最も変わってくるのではないかと思いますが、そちらについてですね、それでも勝てるぞというところで、本日は前編、まずは編成の極意について解説をしていきたいと思います。はい、まずトラえもん今のパーティーをちょっとご覧いただければと思いますが、この通りですね、プリス王子とアリスは二凸しておりまして、それ以外サンバ、アリババ、ソフィーは無凸の状態で共鳴の間でレベルを上げているという状況になっています。がですね、これ光属性で統一しているので、もう突ですね、突のどん詰まりが起きてます。これ以上、より多くのキャラクターもしくは重ねて突をしていくのがなかなか厳しいですね。光闇属性のキャラクターはそもそも、キャラクターの数が少ないというところもありまして、もうこのままでは限界が来ているというところで、ここから1段いえもう2段3段もう突き抜けて戦力を上げていくために、まずは編成のやり方、まずそちらから解説していきたいと思います。はい、まずはですね、編成のこのバフのおさらいをちょっとしていきたいと思いますが、今ですね、トライモン光属性を仲間5名揃えてますので、一番下ですね、攻撃プラス 30% HP プラス 20% 火ダメ免除の差プラス 3%、 このバフがついているという状況になります。まあこのバフがね、光と闇は特に強力ですので、まあこのパーティーでやってきたんですが、にしてもちょっとさすがに育成がどん詰まってきたので、編成の仕方を変えないといけないというところになりますね。ということで、光闇属性以外ですとこういった形になりますね。あのバフの、いわゆる乗ってくる、値が光闇属性統一よりも変わってくるということにまずはなってくるというわけです。でですね、ここからが本日の一つ目の本題になりますが、この編成のバフをうまく考慮しながら、今自分が持っている、神話キャラはなかなか凸が難しいかと思います。1か2凸した上で行き詰まる方、無課金の方多いかと思いますので、他の属性もうまく使いながらこの編成を最大限高めていくやり方をするというのが、今回まず一つ目の大きなポイントということになります。でですね、こちらご覧ください。はい、こちらがですね、トラモン洗い出しました編成パターン別のバフの一覧ということで、これ一番上は光もしくは闇の属性で統一をした場合のバフの値ですね。で、その下が、光と闇以外、水、炎、風属性のいずれかの属性で統一したバフの場合、もしくはその下、光か闇属性3体プラス他属性2体となっておりまして、この上から下がですね、いわゆる編成のおそらく難易度ですね、になってきますね。いわゆる光と闇の属性はキャラクターが少ないということもありますので、光と闇で統一するのはまず一番難しい、かつ他、いずれかの属性ですね、水、炎、風属性5体で、統一する、これもね、育成凸をしていく上で結局同じ属性がバンバン必要になってきますので、これもまたね、難易度としては難しいということで、上から下にこの難易度順に並べてどういったバフがつくのかというところを整理いたしましたというところになります。ですので、ここはもう各ご自身、ドリーマーの皆様ご自身の持っているキャラクターの、偏りによってきます。とにかく戦力を上げていく上で一番大事なのは、
凸上げ、キャラクターの星のランクを上げていくことなんですよ。それを上げていく上で、やはりそれだけ同じ属性のキャラクターが必要になってきますので、これ例えば光と闇属性いずれか2体ずつであれば、まあなんとかなるということであれば、他3プラス光もしくは闇2を選んでいただければと思います。それも難しい、もう偏ってもいないという方はですね、一番下5属性各1体、これおすすめですね。はい、それぞれの属性の1体ずつを配置すればいいだけですので、まあバフはね、その幅は少し縮まりますが、ただ凸上げはこのやり方が一番ガンガンできるやり方になってくるかと思います。ですのでここはご自身のキャラクターの偏りによって選んでいただければなと思いますが、じゃあその今申しましたね、凸上げがどれだけできるかにかかっていると、そことの兼ね合いになってきますというところでありますが、実際にちょっとご覧いただければと思います。ですね、神話キャラの凸1と、伝説のキャラの凸2、これどちらが戦力が高いのかというところで、装備もなし、ルーンもなし、レベルは全く一緒という同じ、条件の中で、そこがどうなってくるかというところをお見せしていきたいと思います。ですので、ここですね、皆さんのまさにキャラクターの偏り、神話はね、ほんと課金をしていかないと最初の段階から凸上げは無理です。なので伝説のキャラが凸上げによって神話キャラにどう対抗できるのかという視点でご覧いただければと思います。そこを踏まえた上で、まさに先ほどのトラえもんが、お見せした表ですね、編成パターン別バフ一覧と比較いただければなと思いますが、まずは、はい、神話キャラいきましょうか。神話キャラ、今剣士ペロですね、これ凸1になってます。でご覧の通り、装備は全くつけてません。でルーンも全くつけておりません。でレベルは共鳴の場で145にしているという状況です。これ見てください、戦力 15.3 万です、まあ、約15万ですね。はい、ということで、神話キャラ凸1の場合は15万の戦力、まずこれを覚えておいてください。で次、伝説のキャラで凸2の場合、これ梶本ですね。はい、いきます。ご覧の通りですね、戦力は約17万なんですよ。はい、装備はなし。で、ルーンもなし。で、レベルは、この梶本も145と、先ほどの剣士ペロと全く同じ状況ですが、凸が1個多いんです。凸2の伝説のキャラは、神話の凸1のキャラよりも戦力は高いということがお分かりいただけるかと思います。この梶本は、凸2で戦力が17万。で、先ほどの剣士ペロは、凸1で戦力が15万という状況でしたので、神話のキャラを育成することよりも、いかに伝説のキャラを凸上げをして育成していくのかというところが、無課金の方では本当に大事になってきます。伝説のキャラでしたら凸上げどんどんできると思います。はい、でですね、あとはここからはもう後編でまたご説明しますが、その伝説のキャラでも、じゃあ神話キャラの強さに匹敵するようなキャラクターを、まあ、おすすめして選んでいくというのが次の後編でのステップということになってきます。はい、今ご覧いただいている闇の騎士はですね、まずその一つの筆頭ということになりますが、あとどんなキャラクターがいるのかというところは後編、また次回の動画でお伝えをさせていただければと思います。とにかくですね、本日のポイントは、まず大前提は戦力のアップにおいては凸上げがとにかく大事ですとなった時に、まずは自分のキャラクターのラインナップの中で伝説のキャラクター、まあ神話ができれば一番いいですが、伝説のキャラクターで最も凸上げが今後していけそうな属性を見極めること、その上で先ほど、途中ですねお見せした編成パターン別バフ一覧と照らし合わせて、どの、編成のやり方というのが、まあ、今後の凸上げ含めた時に、最も長続きさせていけそうなのか、そのパターンに当てはめるというところが、無課金でも戦力を、天井なしで青天井でどんどん上げていくための秘訣ポイントとなってきます。それをしていく上でプレイ時間が長くなれば長くいっていくほど神話キャラのラインナップが増えてきますから、そこで神話キャラクターに切り替えて凸上げをしていくというのが、無課金の方々のこのダークテイルズの長い目線で見た時の
遊び方、戦力の上げ方のセオリーというところになるかと思います。とにかくまだねダークテイルズ始まったばかりですから、神話キャラを凸上げしようなんていうのはなかなか難しいですが、それをね伝説のキャラで上げていく、もしくは後編でお伝えします。伝説のキャラと凸上げしなくても使える神話キャラですね。そのあたりを、次回の動画後編にてお伝えさせていただければと思いますので、またぜひご覧いただければと思います。ということで最後にですね、冒頭に申し上げましたキャンペーンのサムネイルが流れますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。